なんか最近ニュースで見たんですけど、なんかスマホばっかり見てると、なんか認知症になるとか、なんかスマホ脳になっちゃうとか。見るものによるんじゃないですかね。あ、そうなんですかま、結局そのテレビをずっと見続けて認知症になってる人って昭和の時代からいっぱいいるじゃないですか。うん、あ、確かに。で、多分それがスマホ見続けても認知症になる人はいるっていうだけの話で、ね。あ、そういうこと。え ただその、テレビに比べると、能動的に見るものを選んだりとか、じゃあなんかインストールしたりとか、うん、いろいろやることは多いので、うん、テレビよりはボケ防止にはつながる可能性はありますけど、<ー>ただまあ、ぼ,ぼーっと YouTube 見るだけだったら、多分テレビと変わらないので。ああ、そういうことか、うんえ。え、なんか最近すごいそれがニュースになってるから、スマホ依存症みたいな。うん 依存、まあ、症というふうに見られやすくはありますよね、よね便利だからすぐそうですよね。みんなね、今、小学生とか中学生とかも、バンバン使ってますもんね。うん。まあ、便利だから使ったほうがいいと思いますけどね。えー、あじゃあ、うん、私、親に怒られるんで、スマホ見すぎとか言われるんで。例えば、スマホ見すぎなのか、他の何かやらなきゃいけないことが別にあるからとか,かあそうですね そっか、じゃあ、じゃあ大丈夫か。なんか、ニュースとかでそういうの見ると怖くなりませんえ、なにじゃあ、スマホずっと見てたら認知症になっちゃうのかなとか。まあ、ただ、ニュースもその、限られた発表をそのまま事実かのように言うので、はい、ちょっと前にあのゲームをやると頭が悪くなるみたいなのが結構言われてた時代があるけどはい最近逆でゲームやってるやつの方が頭いいよねっていう論文いっぱい出てるんですよね。え、そうなんですか じゃその、子供のうちからゲームって何か努力をして、そのなんか、指先うまくなるとか、なんか攻略をちゃんと自分で理解して、で、ゴールに達成するっていう、その問題を解決する能力っていうのってゲームで割と備わったりするんですよね<ー>。ポケモン好きだ子って、そのポケモンのキャラいろいろ覚えるし、で、この,このモンスターに対してはこういう技が効くよねっていう、なんか相性とかもいちいちちゃんと覚えて考えたりとかするので、 なんゲームやってること、僕、頭いいよねっていうのが最近なんですよ。え、だから、なんかよく、あの子供がね、小学生の子どもが、iPad とかでもゲームしてるじゃないですか。はいはいはい。でさ、親が怒るじゃないですか。あなた、ゲームやりすぎだよって。あれはどう思いますか、あのゲームやりすぎだよって。はい えーと、あの、ただ、あの、同じ画面をこの距離で2時間とか見続けると、うんうん、あの、目の筋肉が緩んでしまって禁止になりやすくなるっていうのはあるんですよ。あ、そっち。あ、なのでと、適度に話すっていうのと、あと、あの、任天堂 i n t d 3DS は6歳以下の子は見続けると、はい、あの、目が、その、刺しになってしまう可能性があるっていうのもあったりするので、そうな,んだなので、良くない場合もあるんですけど、 ただそのゲーム自体が問題でやるという可能性はあんまりないんじゃないかなとあ。そうなんだノ。ノーとかに影響とかはないのかなノーとか、脳。えっと、基本的にそのゲームのやりすぎで頭が悪くなるみたいなのをちゃんと、あの、論文レベルで出した人は見たことないですね。あそうなんだ。なんかちょっと安心しました。うん、あ、なので、あの、ただ存分にやらせると、その宿題をやらないとか学校の授業をやらないとかになっちゃうので、うんうん、ここでやるべきことをちゃんとやってるんだったら、その後、 余暇の時間は別にゲームでも漫画でもテレビを好きにしたらっていう話なんじゃないかな <laughs> あ。すごくなんか安心しました。ありがとうございます。そろそろ。えー